メダカとプラブネビオトープ、どうもアキチャンネルです。今回はビオトープのトリミングをします。ウォーターバコバとウォーターコインの繁殖がすごすぎてビオトープ内の水をどんどん吸い上げてしまうので1週間に2回の足し水をしています。冬眠越冬中の足し水はメダカに負担がかかり体調を壊す恐れがあるのでバッサリトリミングをします。しかし今年の夏は暑かったですね。冬も暖冬の予報が出ているので餌切り、冬眠、越冬が例年より遅くなりそうです。100均ダイソーさんのボールとザルがセットになったあの取っ手のついているザルとボールが売っているんですが、そこに植栽をしてあるんですね。それが4つあります。今1つ目がやっと取れました。かなりすごいですね、このウォーターバコバ。根張りもすごいです。だいたい30センチくらい伸びてるんですよね。すごいです。これが一つ目ですからね、あと3つ取り外しします。こちらが2つ目です。トリミングをした植物はきれいにカットしてビオトープ内に戻します。それでもたくさん余るので室内で少し管理をしていきます。残ったものはもう生ゴミとして焼却処分します。一番大事なポイントとして川や池に流さないでほしいんですね。これは外来種なので繁殖してしまう恐れがあるので必ず生ゴミとして焼却してください。今までは手前に植栽をしていたんですが、今回は奥に植栽をします。手前だとどうしてもメダカの観察がしづらくなってしまうんですね。ペットボトルを半分に切ったものを土台にします。あとは突っ張り棒に引っ掛けるだけです。
100均で売られているテーブルクロスですね。透明のビニールをかけて透明越冬をさせます。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。